だから一番いいのは6点通り6点通りにとってはいい位置こいつことも、いい位置で含める省略ということを省略してみてるんですよ。6点振りましょうって言ってからこっちでこうやってこういうとこ位置で振ったら全然話が違う。だから6点振れる位置まで来て、それで、あ、これでちゃんとスムーズに振れる位置探してるんだよ。スムーズにしてもうストレスないこんにちはって言ったらこんにちはって言ったら、こ
こんにちはって言ったらさよならって言う人いるかもしれない。まあそういう、そういう、そういうなんか、たくさんゲームしてるとさ、そういうできるじゃん。いや、うまくそのスムーズにぶつけないように。そこで、テンポが成り立つ。まあなんかこう、あ、閉まってくるの分かってるんだ。だから、閉まってくる前に自分はこう、やっちゃう。で、もらっちゃう。そういう感じだって。それは結構、で、すごい感覚大事だし、なるべくこうつけないつけないで彼の意図通りのところに行かない、意図通りのところに行かないでね、意図通りで自分がなるべく行って持っててくれてるんだったらもう出して、そして自分がこうじゃない、あんまりこう自分が傾かないとか、正中線守る、正中線とかいろいろやってますから、で、そう正中線で守ってたら、楽だね。から足打っちゃって、何でもできてるんじゃないかなと思うんですけど、Yeah.